はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、美野賢治です。始まりの奇跡の新しい情報が出たのでね、それちょっとねかいつまんで説明していこうかなと思います。まあ、ちょっとモザイクかけながらで申し訳ないんですけれどもね。で、今回の記事は新旧7組のことを特集してますね。これ気になるのが早速あるんですよね。これツイッターの方でも流れてたんですけれども、リーンと対峙してるこの包帯を巻いた男は誰なのか。女神め、粋な巡り合わせをって書いてある。誰なんでしょうかね。で、リーンの立ち絵。まあ、そんなに変わりはないよな。まあ、そりゃ騒動が終わってそこまで時間が経ってないから、そりゃ変わらないか。なるほどね。まず始まりのところは、エレボニア帝国に救った呪いを解き放ち、大戦を終結へと導いた英雄。そんな彼の物語は、ある人物の依頼で故郷、温泉王ユミルを訪れるところから始まるのであった。なるほどね。ユミルからスタートするのか。リーンのストーリーは。なるほどね。最初のページは、そんなには書いてないかな。リーンたちの物語ではユミルを皮切りに大戦後の帝国各地で起こる様々な出来事を描かれていく。かつての仲間たちも登場し共に戦うと。なるほどね。見た感じ、ノルド高原でも色々とありそうだね。次見ていきましょうか。こっちのページでは、新7組だね。ユーナ、クルト、アルティナ、ミュゼ、アッシュ。はい。お、これは、クルットと、これ、親父さんだね、多分。対峙してるのは。マテウスさんだな、多分これ。いよいよ、マテウス・ヴァンダールも、本格的に出てくるかな。で、この右上の馬に乗ってる、これはあれだな。ノルド高原だね。ちょっと拡大してみようか。開きオフにして、なるほど、あれがブリオニア方にあったものとついてなると、なるほどね、やっぱそうだね、あのでっけえ岩、神をかたどった岩の、まあ、抜け殻のやつだよね。なるほど、近藤社長のインタビューが載ってるから、それをかいつまんで読んでいこうかな。7組は第二分校に所属していて、メインとなる舞台が学院の外と。なるほどね。学院内での出来事については各キャラクターのエピソードで深く掘り下げていきますと。なるほど。第二分校の生徒だけではなく、士官学院の OB や OG も多数登場する予定。なるほどね。エレボニア関係者でプレイアブルキャラクターには7人くらいか。新旧7組はかつての協力者以外にも本作で久しぶりに操作可能になる人物がいます。本作で久しぶりに、なるほど。これはもう千の奇跡シリーズなのか、もっと前のシリーズに出てたキャラクターが、あ、でもエレボニア関係者って書いてあるから千の奇跡シリーズになるのか。あ、クローのことも書いてありますね。新旧メン7組メンバーの一人として物語に関わっていくことになる。なるほどね。クローはそっちのメンバーで関わっていくのか。で、彼についてはもう一人の主人公である忍者との関係性にもご注目いただければと。何？クローとの関係性？クローと過去何かあったのか、クローと親しい人物なのか。え？となると結構限られてくるというか、もしかしたらスカーレットとか、もしくは誰だろうな。でもスカーレットの可能性はあるかな。クロウとの関係性だもんな。でもどうだろう、男みたいな感じだったからスカーレットではないかな。
でも性別も不明なんだよなあれ、一体誰なのか。おで、あとリーンと対峙してる包帯の男、正体を明かすことはできませんが、リーンを主人公として描くエレボニア帝国編での最大の謎となる人物。ああ、ほう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 。リンとは独特な口調で話し、リーンのことを知っているらしい相手？ん？独特な口調で話し、リーンのことを知っているらしい相手。ユンカーファイ老師とかかな。でもそれだと別に、そんな謎な人物設定にする必要ないよね。ユンカーファイ老師なら。リーンのことを知っているらしい相手。リーンは相手のことを知らなくても、あの包帯の男がリーンのことを知ってるっていうことなのかな。これまで奇跡シリーズをやり込んでいるプレイヤーの方であれば、その後ろ姿やマント、手にしている武器などからヒントくるか。ああ、これはあれだね。これマテウスさんだね。これはまあわかるよね。で、問題が、アルティナが気にしているピンク髪と銀髪の少女の正体。ああ。はいはいはい。この二人のキャラクターに関しては今後の続報で詳しくお伝えしていく予定。ああ、なるほどね。はいはいはい。旧七組の面々の姿がノルド高原とおぼしき場所にいますが、ここで一体どのような話が。大戦後共和国方面からエレボニア帝国正規軍が撤退し、軍備縮小という流れに進んでいく中で、二大国の係争地として多様な問題を抱えていたノルドの地がどうなっていくのか。あー、なるほどね。はいはいはい。ノルドの民である、まあガイウスね。で、エマ、でサラ。この三人がノルドでは関わっていくと。なるほどね。これはドロテとタチアナか。あれ？あ、そっか。この、そうか。この、新キャラと、謎の少女が、何か深い関わりがあるのか。あれ？ってことは、もしかしたら、あれかな。最終的には仲間になる流れなんかな。なんか敵対してたような感じだったけど。なるほどね。やっぱりまあ気になる。今回で一番気になる情報は、クロウとあの忍者の関係性だね。ってなると、結構、限られてくるんじゃないかな。クロウの過去と何かあった人物なのか、一体誰なのか。スカーレットかと思ったけど、ちょっとそれもなんか男みたいな感じだったから、スカーレットではないのかな。まあスカーレットだったらね、教会の関係者だからありえるかなとも思ったけど、なかなか難しいね。あとは、クロウと関係ある人物。まあ、アンゼリカとか。いやーでもな、アンゼリカもどうなんだろう。なかなかわからないね。それとも、クロウが敵対してた時の関係者なのか。難しいっすね。まあ、あとは、リーンと対峙してる包帯の男だよね。正体を明かすことはできないけれども、独特な口調で話してリーンのことを知って、いるらしい相手。このセリフが気になるよね。八王一刀流剣聖の名を授かった身として引導を渡させてもらう。そうなると八王一刀流の関係者なのかな。まあそうなるとアリオスさんとかになるけど、でもアリオスさんではないと思うよな。アリオスさんだったらクロスベルの方に関わってるだろうから謎だね。で、まあ、リーンを主人公としたストーリーでは、大戦後の帝国各地で起こる様々な出来事が描かれていくと。なるほど、なるほど。で、ユーナに関しては、大戦後はクロスベルの解放作戦で、特務支援課に協力と。なるほどね。この仮面の男と、男とは言い切れないよな。クロウとの関係性だからな。まあそうなると、候補としてはアンゼリカとか、あとはスカーレットとか、かな。まあもしかしたらもっと過去のクロウのとの関係性がある人物で、今まで登場してない人物の可能性もあるよね。ちょっとわかんないな。ちょっとまた謎な情報が出てきましたね。
まあいいや。よし、とりあえず今回はここまでかな。いろいろとまた情報が解禁されましたね。まあまた謎が広まった。広まっちゃったけどね。まあいいや。よし、それではね、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。